近はマネーのトラを見るな面白い昔のノーマネーでフィニッシュが面白いなんかその掃除ってさその掃除ってノーマネーでフィニッシュなんかお金を借りる分間が楽しみで見てたと思うのなんかこの年になってこうやって見てるとあの虎たちがその志願者をめっちゃ説教するやのその説教する気持ちがああすごいなって経営者分かってるなとかなんかそんな目線で見てるのさ共感できるそうそれが面白いんです怒ってた人でだいぶ落ちぶれてきてるらしいの。